日は題目にもございますように、政権奪還を果たし正しく強い日本を作るとの思いを込めまして、元衆議院議員原田義明より皆様にご挨拶でございます。ご紹介賜りました原田義明でございます。まずもってこの難しい時間帯にたくさんの皆様がおいでいただきましたこと、ご意見をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。そして菅先生はじめご来院の皆さん、本当にお忙しい中私のために駆けつけていただきましたこと、心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。菅先生につきましては、私は同じ神奈川県でですね、私は川崎市で、菅先生現在横浜市で、選挙をやっておられます。当時から、長い付き合いでございますが、先生が私は落選中も本当にできるよう賜り、またテレビでしばしば元気なこの発言をまた行動しておられるのを見聞きしましてね、本当に心強く思っているところでございます。ちなみに菅先生はですね、東北秋田県から中学校の時にこの就職列車に乗ってきまして、上野駅に着いた、ああ上野駅という歌がありますけどね、そこで、この東京神奈川県に、落ち着いたというところでございます。国弁令、そして横浜市議会はですね、長く戦い抜きながら今日の地位、これからますますでありますけどね、私も同じ神奈川県で大変ご指導いただいたところでございます。今日はその菅先生からですね、勉強会という形で予定をしておりました。ところがこの日がですね、なんと選挙直前の総決起大会になったと、決定したのはもう一月半ぐらい前でね、あの頃はそのうちそのうちと野田さんが逃げ回ってた時でありますけどね、この日は大変その都合の大事な日になったところであります。今お話になりましたように、原田さん先見の目がある、こういうことをお褒めいただいたところであります。ついでを言いますと、私は明日東京でまたこの励ます会をやる予定にしておりましてですね、さらに先見の目があるということをですね、東京の人に言われるんじゃないかと思います。しかし火曜日大変率直に言いましてね、いろんな意味で財政的にも苦労しておりました。皆様方はそこを押して私の応援に来ていただいたんじゃないかと、心から感謝を申し上げたいと思います。その上で、司会者が冒頭に申し上げましたよね、そういうことでございますから、今日は本当にこの大変なごちそうをですね、用意をしておったわけであります。お酒も飲み放題というところでございましたけれども選挙前ということでですね、大変微妙な時期になりました。そういう理由でですね、本当に、お茶と茶菓子ということで済ませていただきますけど、このご恩はですね、必ずやこの選挙終わった後にその仕事を通じて皆様とのお返ししたいこう思っておりますので、何卒よろしくお願いしたいと思っております。ありがとうございます。もうすでに菅先生はじめ諸先生方にですね、政局を含めて、これから日本のあるその姿がしっかり示されたところであります。私がそれにですね、上乗せをすること、必ずし もう必要ないかと思いますが、ただ私もこの3年3ヶ月間浪人をしながら、そのテレビ、新聞、ラジオ等でですね、まずはどこを見ても民主党の内閣、民主党の動きが伝えられます。そのうちの10分の1ぐらいはですね、野党、とりわけ自由民主党のですね、動きも出てくるわけでありますけど、しかし火曜日、何と言っても政治は断固として与党にならなければならないなと、権限もない、もちろん責任もない、そしてまた世の中も注目しない、そしてまた与党の中にせば何を発言しようとですね、
国民はそれに注目をしないわけであります。私はこの3年夕飯ですね、やっぱり何としても議席に戻りたい、これはもう当然のことであります。多くの人はそれは君の推進力じゃないかと、もしかしたら議員は何か偉いお金を持ってるじゃないかとか、ね、いろんなこの権限が使えるじゃないかと、こういうことを言う人がおりますけどね、私は断じて断じてそうではないということを皆さんにお話したいと思います。そして合わせてここにおられる政治の関係者、今日市議会の先生方もおられますけどね、私は国民のかなりの方はですね、悪い意味じゃないんですけど誤解をしています。議員というのはですね、私利私欲、自分の思いをですね、なんとか有利に運ぼうという、そういうような思いで、まあ、無理な議員活動をしているんではないかと、そういうようなことをですね、思われるときがありますけど、私は正しい議員というのはですね、断固としてそういうことではありません。まずは自分の思ったこと、自分の信ずること、そして自分が親から受け継ぎ、そして市民の皆さんから応援をいただいた、その思いをですね、それを世の中にそれを伝える、そしてそれを行動する、そのためには議員バッジがなければ、市長の職になければですね、それは実現できないわけであります。いくら、まあ、今日私ですね、これだけ500人の皆さんの前でですね、お話をさせていただいてますけどね、しかしそれは、所詮、私にとってはですね、500人の方、800人の方に聞いていただいたという以上のものではありませんのでね、とにかく皆さん方に本当大きな影響を与え、そしてまたその声が津々浦々まで訴えるためには、このためにはですね、何としてでもやっぱり私は議員になり、政権は与党になって初めてその訴えることがですね、具体化するわけであります。それゆえに私は正しく強くということを標榜しながら、何としてでも銀バッジをつけたい、そして私の持てる力をとにかく国家社会のために働きたい、こういうのが私の現在の心境でございます。まあ、3年半最初の1、2ヶ月はですね、確かに情けない思いでいっぱいでございました。なんと俺は運の悪い男だろう、こういうことを考えておりましたけれども、そのうちにですね、なぜ負けたか、自由民主党はなぜ野党に下ったかということについてはだんだん思いが至るようになりました。ひょっとして自分たちは中の政権の下で、そして皆さん、国民の皆さんに配る目配りが足らなくなったんではないか、目線が高くなったんではないか、こういうことをだんだん分かるようになりまして、そうだ、自分はこの際にしっかり勉強しよう、こういう思いになりますとね、本当に心は平常心に戻ってまいりましてね、誰といっても皆さん方に普段に使える頭も下げられるようになりました。そしてまた多くの皆さんから普通の握手をしていただけるようになりましてですね、私は実は今非常にそういう意味ではですね、心も体も充実としているこういう状況でございます。その上でですね、私はよく若い人にですね、こういうことを言います。よく若い人、いや若い人ばかりじゃありません、先ほどお話し出ましたように中小企業の皆さんもおられますよ。とにかく自分は失業した、学校に落ちた、さらには今会社が倒産の危うきにある、こういうことを相談に来られます。まあ、おかげさまで私も相談にはですね、できるだけ応じるようにしていますけどね、その時私はですね、あんたばっかりじゃないんだと、苦労してるのは俺を見ろと、俺は今落選して仕事もなくなり、多くの皆さんから決して下げするとは言いませんよ、しかし今までがあまりに、まあ、豊かすぎたもんですからね、落選した議員ちゃんどんなもんかということを改めて私はね、ずっと肌身で感じるようになりましたよ。それにも私はね、申し上げました、ね、俺を見ろ、俺もこの苦労の中で、全てを失ったこの苦労の中でね、一生懸命やってるんだと。そして今はですね、実はね、もう無尽蔵にこれ入ってるんですよ。なぜ中国が、いいですか、なぜ中国がこれだけ必死にですね、取ろうとするんですか。まさにこれからの世界の経済を支えるのは、こういう分野なんですね、レアメタル。こういうものがまさにその尖閣諸島の下にあるから、あれだけ、この中国が言ってるわけです。中国のことわざの中にね、嘘も百遍に言えば真実になるということがあるそうであります。まさにそれを字で言っているのが現在の
習近平政権ではない、前の胡錦涛政権ではないと思います。まあ、長く食べる場所にしたいんですけども、まあ、皆様とは立ち回ってございますので、まあ、この辺で終わらせますけども、私はそういう問題について、例えばエネルギー問題、しっかり頑張ります。私は水エネルギー庁の参事官をしておりましてね、エネルギー問題についてはプロのつもりであります。いかなる意味でも私は安定供給を国民に誇れることであって、電力にしてもガスにしてもですね、それをなくしてあれはいかん、これはいかんということは絶対言うべきではないと思っております。まあ、さらには TPP の問題であります。これはですね、この都市部の方は多少意見が違うと聞いておりますけど、私たち福岡県、これは私ども選挙区、ここらね、どんなことがあってもこの TPP を認めることによってですね、このことによって地方経済が壊れる。まあ、ただ単に農業とかそういう問題ばかりじゃありませんよ。これは医療もそうですし、福祉もそうです、金融だってそうなんです。まあ、それでですね、私は TPP については絶対反対、こういうような立場でですね、しっかり今回の選挙を戦っていこうと、こういうのを思っています。憲法改正についても先生からもお話がありました。いずれにいたしましても、私はなんとかこの19日目の衆議院選挙党開票日にですね、皆さん方の前でなんとか当選を果たさせていただいて、国家社会のために、本当にそれ以外に何もありません。国家社会のために持てる力をしっかり発揮をさせていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。原田義明より皆様にご挨拶でございました。